皆さん、ようこそお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。どうもありがとうございます。はい、それでは自己紹介しましょうかね。お名前は吉岡明です。ゆっくり。吉岡太明です。はい、吉岡太明君です。はい。はい、何歳ですか ?25 歳。25歳になりましたね。はい。8月で25歳になりました。さあ、もうちょっとなんか喋れるか。今日はじゃあ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい、すいません。頑張って喋ってやれば精一杯なので、ピアノは今聴いていただいたりピアノ弾くんですけれども、喋るのはあれが精一杯で、しかも自分で自発的に誰か言葉を喋るっていうのはかなり難しいです。自閉スペクトラム症、昔はよく自閉症と言ってましたけど、自閉スペクトラム症。で、かつ、知的障害が伴ってますので、言語獲得がなかなかできないということもあって、言葉はなかなか喋れません。で、不思議なことなんですけど、でも言葉はわからないんですが、楽譜はわかる。ですね。だから、まあ、脳の中がどうかっていうのか僕もよくわかりませんが、25年付き合ってますけど、ピアノは、まあ、よく弾くということでございます。今日一日は私、本来はね、彼がいろいろと進行をして、曲の紹介とかしていただくのが一番いいんですけども、代わりまして父親ですけど、私が、ご案内をさせていただきます。今日一日よろしくお願いいたします。さあ、このね、整備教育会館も本当に毎年、ホールを開催させていただいて、本当にいつもホールの方もよくしていただくんですけれども、今年もこの秋の、しかも3連休の最後の日にね、このたくさんお越しいただきまして、本当にありがとうございます。で今日はですね、春先ぐらいからこの日程が決まってからどんな内容にしようかなっていうのをいろいろこう相談をしていたんですけれども、なんとなくキーワードとして夢、それから歌、それから月っていうこの3つのキーワードを軸にしてちょっとプログラムを組み立ててみました。で今日の1曲目は、フランスの作曲家の、クロード・ビッシーという作曲家の月の光。これも皆さん本当に、よくご存知だと思いますし、日本人の好きな曲の中で本当にベスト5に入るぐらい本当に皆さん月の光っていうのをすごく見てお好みになられる曲だなと思います。なので今日の1曲目は月の光から選んでいただきました。そして今日先ほどキーワードをいくつか申し上げましたけど、夢と歌と月なんですけども、最初の 曲は月から入りました。次は歌ですね。で歌なんですけれども、第1部は声で出さない歌を皆さんに聴いていただこうと思います。2曲目、はこちらプログラムの話す通りメンデルスゾーンが、全部で48曲ですね、書いてます。無言歌、ね、言葉のない歌というものを全部で48曲書いてます。そういった、歌のような楽器の曲っていうものの、種類がありますので、そのメンデルスゾーンの無言歌の中から、第1首の狩りの歌、非常に勇壮な曲なので、ぜひ皆さん楽しんで聴いていただければと思います。
聞いていただきました。まさしく言うそうな、本当にこれから狩りに出てっていう感じの、曲だと思います。あのメンデルスゾーンの無言歌というふうにつけた通り、本当に歌詞がなくてもその情景が目に浮かぶような曲を、書いたんだなと思います。で、当時のメンデルスゾーン のこの時代というのは、あの曲にタイトルをつけないっていうのが割とこう時代としては当たり前だったんですね。でこの無言歌という、まあ、曲集を作ることによって、まあ曲にタイトルがつく。で、それで、どんなイメージの曲かっていうのは歌詞がなくても分かるような曲を作り始める。でこの後の時代からどん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 曲に曲名がつくような時代っていうのもこの後でやっていくという感じになります。さあ、メンデルソンの無言歌を紹介しましたけど、無言歌は別にメンデルソンだけではないです。で、今日は特別なゲストをお招きしています。ホルンの福田真子さん、演奏者をお招きしています。オスカー・ファンツという作曲家の無言歌を、この後聴いていただこうと思います。あのいつもこうやって曲を紹介するんですけど、オスカー・フランツさんっていう人なんですが、本当に資料のない人で、だいぶ調べたんですけど、なかなか分からないです。ただ、あのドイツのドレスデン のにいた方、それからあのホルンの、奏者でもあり、ホルンの先生でもあったということで、いろんな資料を見る限りですね、その後、リハルト・シュトラウスですごく有名な作曲家がいるんですが、彼もすごくホルンの、曲をいっぱい書いてるんですが、彼が、その協奏曲、ホルン協奏曲の第1番を、このスカー・フランツさんに捧げたという記録がどんどん残っているらしい。それぐらい当時のホルン奏者にとってはすごく、敬愛する、作曲家であり先生であったそうでございます。ということで、スカー・フランツの、無言歌を聴いていただこうと思います。
はい、オスカー・フランツのムオンカという曲を聴いていただきました。多分この曲を聴くのは多分皆さんほとんど初めてですね。そうですね。まして本のソロっていうのはとても珍しいですね。はい、改めてご紹介します。福田真子さんで。なかなかあることないでしょう。はい、そうですね。どういうご縁でこんなことになったでしょうかね。
木田美子さんでした。木田美子さんでした。よろしくお願いします。フランスの夢という曲を聴いていただきました。あのフォルンのふわーんとしたあったかい音で、なんか本当に夢を見ているような、ね、感じの曲だったと思います。この曲も本当にこうやって演奏会で演奏される機会って本当に少ない曲です。でもグラスノフという作曲は本当にあの素敵な曲いっぱい書いてるんですけど、なかなか日本ではあまり聴かれる機会がない作曲家でもありますので、あのもし、ね、クラシック興味ある方はこれを機会にグラスノフの曲を聴いてみていただけるといいかなと思います。グラスノフという作曲家はあのリムスキー・コルサコフとかグラスノフという作曲家としても非常にあの有名なんですが、あのロシアの音楽教育界の中でも非常に人前たる力を持っているんですね。あの音楽大学の先生なんかもずっとこうやっていたわけですけれども、後ほどあの演奏させていただくラフマニノフという、まあ、有名なピアノの作曲家がありますけれども、彼が最初に書いた交響曲の最初の演奏の時に、指揮をしたのがこのグラスノフというふうに言われていますが、その指揮をしたときにベロンベロンに酔っ払って指揮をしたために演奏めちゃくちゃ でそれをきっかけにラフマニノフはしばらく心の病だったっていうぐらい非常にこう、まあ、罪作りな人ではあったという人、まあ、ある種心配楽な部分もあったのかもしれません。今日はあのそういう意味ではですね、夢というタイトルなので、もう一人ロシアの作曲家でカバレフスキーという作曲家の曲をご紹介しております。カブレムスキーは本当に時代をもうずっと後に下がって20世紀の本当に、つい先日あの我々歌手とつい先日亡くなったぐらいの、作曲家です。で特に子供たちのための曲をたくさん弾いて作っています。なので今日、ね、お子様もいらっしゃってますけど、ピアノを習ってらっしゃるお子様だと、カバレムスキーの曲を演奏したことがあるっていう方もいらっしゃるかもしれません。カバレムスキーの、曲の中から6つの賞金で子供の夢という6曲からなる曲集がありますけど、その中の第1曲目ですねに、夢というタイトルの曲がございますから、それを聴いていただこうと思います。すいません、進行間違えました。夢に続いて、先ほど申し上げたラフマニノフの、前奏曲ですね、ラフマニノフの曲の2曲続けてですね、聴いていただこうと思います。よろしくお願いします。
グランスノーじゃないや、カバレフスキーの、夢という曲と、それからラフマニノフの前奏曲を聴いていただきました。先ほどのね、グランスノーフの夢とはまた違う子供の夢っていう感じの曲なので、すごくやっぱり子供っぽい感じの、夢を表現した曲だったんじゃないかなというふうに思います。そして、今聴いていただいたラフマニノフという作曲家は、非常に体が大きい方です。手もものすごく大きい方なんですね。彼も結構手は大きい方ですけど、彼よりも全然手は大きいです。でも手の石膏が残ってますけれども、もう普通の人と比べても全然手が大きい作曲家です。なのでピアノ弾く方ってね、やっぱり女性の方がどうしても多いんですよね。でも女性の方だとどうしても手が小さいので、ラフマニノフの曲を弾くのはやっぱり女性の方結構苦労されるんですよね。そういうところが、すごく、有名な作曲家で、ピアノ曲もたくさん書いてるというか、むしろピアノ曲ばかり書いてる作曲家だと言ってもいいぐらいなんですけども、なかなか演奏するには、なかなか大変な作曲家の一人でもあります。さあ、一部の最後の曲にしたいと思いますけれども、今日歌と夢と月という歌で、規定までということで、一部の最後の曲はまた月に戻りたいと思いますが、ベートーベンのピアノソナタ第14番の月光です。この曲は今日皆さんお手元にプログラムと一緒にご感想を書いていただく紙を、ね、ご用意させていただきましたけれども、その中で毎回ご感想いただいて次に弾いてほしい曲って書いていただくんですけども、とにかく圧倒的に多いのがこの月光ソナタです。なので今日本当に久しぶりにこの月光ソナタを皆さんにお聞かせできるかなというふうに思っていますけれども、とても皆さんの印象、月光ソナタの印象では静かな、メロディー、旋律を思い出されるかもしれませんが、月光ソナタを、3つの曲で構成されています、ソナタ形式といいますけども、1楽章、2楽章、3楽章、3曲で構成されていますが、最後の3曲目は、ものすごくピアニストいじめのような体力を使う曲でもあります。ぜひその第1楽章の静かな、イメージのところと、そして第3楽章のすごく、力強いところと、ぜひ楽しんでいただければと思います。月光ソナタを聴いていただきます。
1部分もね、ドビュッシーの月の光から始まりましたけど、2部はドビュッシーの、武装という曲から、スタートさせていただきました。まあ、ドビュッシーというのはその場の雰囲気とか、空気感とかそういったものをこう音楽にしようとした作曲家でもありますけども、まさしくこう夢を見ている人を、まあ、情景を表すというよりは夢そのものを音にしたいみたいなこう雰囲気のある曲だったんじゃないかなというふうに思います。まあ、舞台を見て皆さんでいただくと分かりますけど、割とこう皆さんピアノの発表会とかよく行かれるとこう、この辺にハマったばかったりしますよね。ないんですよ、うちの演奏会には。花とかは飾らないんです。その代わりあの、ね、1部も、福田真子さんという綺麗な花がいましたけども、2部も新井真理さんという綺麗な、方を花としてお招きをしておりますので、いつもいつもですね、この演奏会で、ご一緒させていただきます福田真理さんをお迎えしたいと思います。福田真理さん、最初に、演奏して歌っていただくのは、ボーレの3つの歌より夢の後という曲を歌っていただこうと思います。それではよろしくお願いします。改めまして、新井真理さんです。よろしくお願いします。いつも、ね、もう今日、今回何回目ですか ?3 回目?いや、もっとたくさん共演していただいて、いつも共演していただいて、本当に、こういう素晴らしい演奏家の方と、まあ、前半の福田さんもそうなんですけど、素晴らしい演奏家の方がいつも共演していただけるので、本当にいつもありがたいなというふうに思っておりますけれども、なんと、言ったらいいんですよね。今週の日曜日に、今度の日曜ですね、20日の日曜日に結婚式を控えられてるそうなので、こんなところでこんなことしてていいでしょうか。いやもう、お願いします。
かね、まあ、結婚がどうとかって今の時代だから何か大きな変化があるかどうかって分かりませんけども、これからどんな夢を持っていかれたいと思います？結婚もそうですけど、私、今年で、30歳になりまして結構、ね、世の中的にはちょっと落ち着いたところになるのかなと思うんですけど、まあ、やっぱ演奏っていう面ではやっぱりこう、うん、若い心というか子供らしい心も忘れずに、またこう大人っぽい演奏もどんどん目指していけたらいいなとは思っております。いくつになってもこう演奏の、ね、そうですね、演じ組みを回していくということですね、はい、なるほど、すごくいつも頼もしい、本当にリードしていただいてありがたいと思ってるんですけども、またこれからもぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。それでは荒井さんにもぜひもう一曲歌っていただきたいと思うんですけども、グノのロミオとジュリエットの中から、ああ私は夢に行きたいんですけど、これどんな、なんでしょう、曲というか、どんなところで歌われる曲なんですか？ロミオとジュリエットの戯曲なんですけど、まあ、オペラにもなってまして、まあ、ジュリエットがロミオに出会う前にですね、やっぱ言い名付けがいるので、結婚することになるわよっていうことを聞くんですけど、まあ、そんな私はこう結婚、会ったこともない人と結婚するよりもまだまだこう恋愛もしてみたいし、もっとこう楽しんでみたいわっていう、こう気持ちを歌ってるような曲ですね。はい、確かマリさんは両方の撮っている状態です。はい、気分でぜひよろしくお願いします。はい、マリさんです、ぜひよろしくお願いします。
さんでした。ね、皆さん、本当に楽しみにしてありがとうございました。はい、素敵な歌声を聴いていただきました。ここまでね、ずっと最初にちょっと彼の、紹介をさせていただきましたけれども、まあ、少し、障害についても、時々ね、少し障害についても触れてくださいっていうアンケートのお答えがいただくので、少しだけ触れたいと思いますけれども、こういうふうに歌とアンサンブル、まあ、アンサンブルと言いますけど、歌と一緒にやったりとか、ホールと一緒にやったりとか、実はこう自閉スペクトラム症っていう障害、まあ、いろんなタイプがいるんですけれども、やっぱり彼はコミュニケーション、言葉が喋れませんから、コミュニケーションがすごく苦手です。だから、こちらが何を持っているのか、彼が何を持っているのかっていうことを、まあ、理解するのっていうのは、まあ、私たちは親ですから、ある程度のことは分かりますけれども、なかなか彼がどんなことを思ってて、今楽しいのか、楽しくないのかっていうのすら分からない時もあります。でも、こう、音楽を通じて、こういうふうにアンサンブルをすると、今も、まあ、聞いていて、そんなになんか違和感がなかったと思いますけども、音楽ですごくコミュニケーションっていうのは、なんでしょうね、むしろ音楽の方が饒舌というか、活発にコミュニケーションをすることができます。なので非常にこうアンサンブルというのは彼自身もとても好きだし、人と一緒に演奏するっていうのをすごくなんか楽しんで演奏します。まあね、一つ裏話的な話をすれば、ピアニストっていつも一人ぼっちなんですよ。なんですけど、誰かが一緒にいてくれるとちょっと心強いっていうのもあって、アンサンブルはとても彼は気が楽という部分もあるみたいですね。で、あとは終わった後にハイタッチ行きますね。で、みんなとハイタッチします。これもルーチンの一つです。彼らはすごくこう決まった行動をするのがすごく気持ちがいいというか、安心できるんですね。だからハイタッチをしたことによって、あ、この曲の演奏終わったっていうなんかことが自分の中で自己解決をします。なのでハイタッチをするっていうことで、次の曲に気持ちを切り替えるっていうことができます。ということでですね、今日ご演奏が終わった後は、いつものことですけど、とはいえで皆さんにご挨拶をしますが、もれなく皆さんにもハイタッチのプレゼントがございますので、ただし、背がすごくでかいです。見ていただくとおり、約1メート84ぐらいあると思います。で、彼が思い切り手を挙げると、多分手が届かないと思いますので、ぜひ皆さん、怪我しない手にジャンプしてください。ということで、少し彼の障害についての、ご紹介をさせていただきました。で、今日のテーマは歌とか夢とか月とかっていうテーマでしたけれども、そろそろね、歌、今本物の歌を聴いていきましたけど、皆さんもよく知ってる歌をね、ぜひ、取り上げたいと思いますが、次に演奏させていただくのは山田耕作さんの、からたちの花という曲を演奏したいと思います。で、皆さんもよくご承知の歌だと思いますが、最近こう、山田耕作というのは、まあ、すごく特に北半州とのコンビで、たくさんの唱歌で、唱歌っていうのはすごく日本独特の歌曲でもあります。で、それが、当時の文部省の後押しもあってすごくたくさん作られたわけですけども、まあ、残念ながら最近は少しずつ少しずつ音楽の教科書から消えようとしているのもすごく残念なことがあります。で、とても、彼らが作った、このコンビで作られた曲の中で、この「からたちの花」っていうのはすごく印象的に使われている曲でもあります。この「からたちの花」を、北花白秋、早く亡くなりましたけども、北花白秋に、捧げた曲ということで、ピアノ曲に、アレンジをし直して、山田耕作がプレゼントした曲というふうに言われています。ピアノのための「からたちの花」を聴いていただこうと思います。
な、ピアノのための体たちなという曲を聴いていただきました。山田小作は日本に西洋音楽の礎を築いた、日本の音楽史にとってみるととても重要な作曲家ではありますけれども、今聴いていただいた曲の中でもやっぱりすごく何でしょうか、こう体たちの花の成立をすごく大事にしている部分と、すごくこう前衛的な、音の使い方みたいなものが聴、いていただけたんじゃないかなと思います。比較的この曲はずっと忘れられていた曲なんですけれども、山田耕作の作品全集という中から発掘された曲で、最近ようやく演奏される機会が結構増えた曲かなというふうに思います。で、もう一回も皆さんよくご存知の曲を聴いていただこうと思うんですけれども、羽生の宿を聴いていただこうと思います。で、羽生の宿っていうと、これがなんとなく日本の曲のようにですけども、ファニアネードという曲自体はこれイギリス民謡になります。このイギリス民謡の、元々の曲はホームスイートホームという曲です。ただこれをハニーネードというふうに訳した、当時の、作詞をされた、方というのは、すごく何て言うんですかね、素晴らしいこうし訳をつけたなと思いますね。どんなに、素敵な場所、どんなに美味しい料理、どんなに豪華な豪邸よりも、自分が生まれ育った素晴らしい家であったとしても、自分のふるさとの家が一番だっていう思いがこのホームスイートホームの中にも、書かれているわけですけれども、それを羽生という言葉一言でこう表現されているっていうのは、すごくいい日本語のすごく素敵なところなんじゃないかなというふうに思います。ランゲというドイツの作曲家、この作曲家はよく、いろんな人が集まるパーティーなんかでですね、こう演奏するような曲をたくさん、もうそれこそ1000曲近く曲を書いた作曲家です。この方が、もう当時からもみんなよく知っていたホームスイートホームを、ベースにしてアレンジした曲を聴、いていただこうと思います。ニューノリアドの演奏曲です。Thank you.
10年度の幻想曲を聴いていただきました。でもうだいぶ前昔の映画になってしまいましたけど、ビルマの盾ごとという映画の中ですごく印象的にこの曲が使われてますね。それだけにすごく日本人の心にはすごく響いているというか残っている曲ではあるかなと思います。長いことお付き合いいただきましたけども、いよいよ2部も最後の曲になります。最後の曲はですね、ブゾーニという、20世紀の初頭を代表する、有名なピアニストが、編曲をしたというふうに言えば正しいかもしれません。バッハの5番、バンコバイオリンのためのパルティータの中から、シャコンヌという曲を編曲したのです。でこのバンソバイオリンという、あのさらっと言ってしまうとそうなんですが、バイオリンっていうのは基本的には単旋律、いわゆる伴奏がつく楽器ではないですね。ピアノのように10本の指で弾くわけではありませんから、まあ、多くても2音までです。2音で弾くのもちょっと特殊な弾き方というふうになりますけど、通常は単旋律です。で、その単旋律のバイオリンの、ための曲を、たくさんの方がですね、特にこの、無伴奏バイオリンのためのパルティータという曲を編曲して弾いています。例えばギターの曲編曲もあったりとかですね、オーケストラの版もあったりします。それぐらい、なんていうんでしょうか、時代を経て、バッハという時代からどん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 時代を経た、作曲家が、それぞれの自分たちのこう音楽性を追求していく中で、やっぱり原点のバッハにやっぱり立ち戻って、これをどういうふうに自分たちでこう料理していくかっていうことが、その時代その時代の作曲家にとっては非常に重要だし、今現代でもやっぱりバッハを弾くっていうのはすごく他の作曲家、例えば今日聴いていただいたベートーベンとかドビュッシーなんかもピアノ曲たくさん書いていますけども、やっぱり原点の中の、バッハを弾くっていうのはまたちょっと違った思いがある部分だと思います。そういう意味ではこのブゾーニという作曲家は、イタリア出身の作曲家ではありますが、イタリアでずっと住み続けてたわけではないですね。お父さんも音楽家で、当時の音楽家というのはあまり身分が高くありません。でしかも旅芸人のようにですね、音楽家というのは、次から次へといろんな土地に回って、生活をしていくという生活をしていました。でそこの子供ですから、当然、ずっと一ところに、暮らして一ところで学校に行ってというわけではないわけですね。で音楽家の子供はある意味音楽家になるしかないような生活をしていくわけです。で彼からすると自分のアイデンティティ、で一体どこにあるんだろうかっていうところが非常にこう、悩ましい部分なんですね。で、そのブゾーニが活躍した時代というのは非常に音楽家も、それぞれの自分の生まれた、地域とか生まれた国とかっていうものをすごく意識する時代に入ってきました。そういった意味ではイタリア人の血は引いているんだけれども、じゃあ自分のアイデンティティって一体どこにあるのかなっていう時に、彼に、やっぱり一番こうアイデンティティとして重要だと思ったのは音楽そのものであり、やはり、バッハという原点、音楽の原点に立ち戻っていくっていうのが、まあ、彼の中のすごく重要な、作曲家なんじゃないかなと思います。だから、まあ、ブゾーニが、バッハの曲をアレンジした曲というのはとてもたくさんあるわけですけども、その中でも、まあ、最も有名というか最も、演奏される機会が多い、ただ同時に最も難曲の一つでもあります。で、長いです。そして何度か終わりそうになりますが終わらないですなので皆さんお拍手しそうになりますが、フライングしそうになりますなので、ピアノは完全に手を挙げるまでは終わりませんので、 2回ぐらい終わりそうになるチャンスがありますが、ぜひそれも一緒に楽しんでいただけるといいかなと思いますので、バッハ・ブゾーニの無伴奏バイオリンのためのパルティータよりシャコンヌを聴いていただこうと思います。
Thank you.
ね、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さん、今日本当にあのお客様お越しいただきましたので、お礼に、ゴールではありませんが、最後に1曲、もう1曲だけ、お礼に弾かせていただいて終わりにしたいと思います。
今日も皆様どうもありがとうございました。改めて、アンコールの時は、お時間の2番ですけども、ね、改めて、福田真子さんです。そして、新井真子さんです。はい、最後に、ありがとうございました。お名前、吉岡亜希です。はい、ということで、この3人でお届けしました。今日もありがとうございました。皆さん、どうぞ、気をつけてお帰りください。ホワイトでご挨拶をさせていただきますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今日はこのようにしたいと思います。どうもありがとうございました。